これがシアノンですね。まあ、要は瞬間接着剤なんですけれども、他の瞬間接着剤と比べたら、その削り具合が非常にプラスチックによく似てるんでね、とっても使いやすいんですけれども、ケヤキ針のね、先を使いまして、持ってきます。それでも大きいですね。よっ。もう本当に先、ちょちょんでいいですね。ちょん。もうこの程度で。で、そしたらね、こう加速浸剤スプレーですね、スプレーを置きます。はい、カチカチです。こっちも固まっています。はい、そしたらこれで彫り込んでいきたいと思います。さあ、どういう風に攻めましょうか、考えるところですね。まずはですね、上の部分、目の上の部分のね、彫り込みをしてみたいと思います。頑張ります。この辺かな、少しずつ。ゴミを当たって、とりあえずこちらはいけましたね。今度は眼球との境目ですね。上まぶたの眼球との境目をモールドします。ここ、これがまたやりにくい。ここですね。こういう細かいことしてもね、シアノンはちゃんとくっついたままなんですね。で、ガリガリにならない。ここですね。これでまぶたができるわけですね。上まぶたが。縁取られていってるわけですね。